はい、こんばんは。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。はい、ポイントを調査しなくちゃいけないんじゃないかなと思って、去年釣れたところをこうメインに叩いていきたいなと思っています。今日はね、小潮なんですよね。あで、ほぼ潮が動かない、干満の差が49センチしか潮位の差が、あーなるほどなるほど、そういう潮なんで、イツキがいる場所をちょっとサクサクっと打ってって、イツキがいなければポイント変えていこうっていうような考えの釣り方やっていけたらいいなと、実際ちょっと釣果が出るかどうかは分かんないですが、今からちょっとやっていきたいなと思います。レッツゴー。はい、早速やっていこうと思います。最初に使うのはこのじゃじゃん、エギオサーチショコラブラウンでございますね。ラトルジンジャーお願いします。でね、ポイントは定番ですよ。磯の定番で潮通しがいい先端付近なんですけど、今私が立ってるポイントはそれでも霜りがこう入ってるようなポイントになります。ということで、ちょっと待って待って、次じゃない潮、あれってね、あー濡れそう、嫌だな、濡れたくないな。エギ的にはね 3.5 号とこれ 3.5 号ですね。 3.5 号3号をちょっと準備してますね。スタートはねやっぱり3号からサクサクサクっとちょっと探りつつやっていきます。お願いします。ちょっと爆風すぎたね。いやちょっとじゃないけ、めちゃめちゃやけ、山のある風裏に逃げる感じで。そうね、ちょっとね、漁港との間の水道ポイントになるとこっすね。ここはここは確実に超シャローです。霜りがいっぱい入っててシャローでもういつき船を完全に、結構大きい海藻なポイントですけどね、本当にシャローなんで。ノーマルエギ3号だけどノーマルエギ投げてるんで、巻きじゃくりで。なかなかね、漁港の水道ポイントとかは打たないんですけどね。マークもありますね。まだいいのかってことは無理そうやな。ブルーポーションで3号、ちょっとね、最初ねこの水道になってる正面の入り口をちょっと叩いたら、潮的にちょっと右側の方が気持ちこう
効いてるかなっていうのがあって、うん、右側の方にキャストして、うん、でこっちテトラがあるんですよね、うん、テトラと水道のちょうど間ぐらいのところで塩が効いてるポイントがあって、うん、そこでトンって。ありがとうございました。さすが。今日は塩がちょっとね悪い、うんうんうん、悪いっていうか塩がちょっと小塩なんで、うん、そんなに動かない塩ですね、うん、ということで5つきを取っていこうということで、うんうんうん、まあ乱眼していくうちにどんどん風がちょっと強くなってって、で最後のポイントで自分はシャローの方に、うん、でミニラは水道ポイントの方に、水道の方で、ね、はい、バチッと当たってくれましたね。さすが。今日顔色悪くない？本当、うん、したいみたいな顔になったけど、はい、待てな感じでですね、まあ、うん、はい、ぜひチャンネル登録、はい、高評価、はいはい、コメントなんかもどしどし、はい、お願いします。よろしくお願いします。ここからまたちょっと右肩上がって、うん、合わせてくんなよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。